いけいけ小池先生、癒しの骨継ぎタイム。さあ始まりました。この番組メインでお届けするのはこの方、院長小池祐貴先生。骨継ぎでは骨盤や姿勢、その他さまざまな施術を皆様にご紹介いたします。この番組は読谷高校前仮級接骨院骨継ぎの提供でお送りします。さあ始まりました、いけいけ小池先生癒しの骨継ぎタイムのお時間でございます。助手の村トニーです。そしていけいけ小池先生です。さらにマキマキマキです。イエーイ、この3人で本日もお送りしております。イエーイイエーイイエーイ第3回目もですね、こちら、やるコーナーの小池先生が行く大丈夫あなたのスタッフということで、第2回こちら、紫村さんでですね行っていくんですけれども、小池先生どういった感じの症状の患者さんがいると思います？そうですね、もしかしたら前回よりもひどいかも分かりませんね。大変ですね、そんなことになっちゃったら。でもそれでもできちゃうのが、いけいけ小池先生はい、マッキーからの可愛いコメントもいただきました。さあ、そのコメントをいただいてですね、ではそちらの施術現場の方に向かってみたいと思います。では行ってみましょう。あ、こっちだ。違う違う違う、こっち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 ってやっとけばいいですかね小池先生が行く大丈夫あなたのスタッフ第2回、ドドドパフパフ、ドドドパフパフはい、そういったわけでございまして、またまた村トニーがやってまいりました。ここ前回と同じく紫村さんでございます。今日の施術する方どちらにいらっしゃいますでしょうか。どちらですかね、どちらですかね、どうぞ。あ、いた、あそこにいます。そういったわけで聞いていきましょう。まずお名前の方を頂戴してよろしいでしょうか。松本翔子です。はい、松本さんは、こちら紫村さんでお仕事は何をされてるんで。売店で営業者の従業員やってますはい、売店で営業ではなく従業員をやられているということでですね、そういった方の日頃の疲れでしたり悩みだったりですね、あの体の痛みとかそういう悩みとかございますか。商品を出したりしまったりするのに しゃがんだり立ったりするとやっぱり腰に負担がきます。荷物も重いので。なるほど、荷物も重いということでですね、腰でしたりあと足、さらには腕とか肩とかにも来たりしそうですね。そういったわけでございましてですね、松本さんの、体の具合と、それから施術の方法をですね、ちょっと小池先生の方に伺っていきたいと思います。さあ小池先生、松本さんの体の症状を、そして施術の内容をどういったプランで今お見立てした感じですかね。はい、今回もですね、前回使ったハイボルテですね、これを使っていきたいと思います。で、腰の動きやすさ、あとはね手に症状があるということなので、手の痛みがね少し減るかどうかね、こちらにも当てたいと思います。前回の国吉さんの時と違う点がもしあればちょっとご説明いただけると。はい、前回は首でしたね、首肩に関する筋肉でしたが、今回はちょっとね腰を支える筋肉に、当てていきます。あとその指ですね、おそらくいろんな荷物を運ばれると思いますので、この指を扱う筋肉ということで全くちょっと違うところに当てていきます。はい、では小池先生、松本さんにですね、はい、今横になっていただきまして、はい、施術の方が始まっているわけなんですけれども、はい、これは今何をやっているところなんでしょうか。これはですね、ハイボルトを使い電気を使いますので、またアースを、腰のところにつけまして、今から腰そのものと、そしてねこのお尻ですね、お尻に電気を流します。これで変化を見てみたいと思います。なるほど、じゃあ今から電気をね流していく状況になっておりますね。さあ、今もですね、場所を変えて今度また いかがですか痛い足まで痛い足まで痛い大丈夫ですか。はい、そういったわけでですね、もうすでに施術は最終局面ということで、はい、最後のポイントは、今どこんな感じでしょうか。今はですね、前側から腰を支える筋肉に刺激をしています。腰はね、この腰だけで支えているわけではなくって、お腹と背中の共同作業ですので、そこにちょっと刺激をね入れてます。なるほど、このハイボルテージで、はい、今腰の前側から攻めてるってことですね、はい、支えてるところですね。はい、はい、
施術の方が終了してさ立ち上がりましたね、これから先ほどの具合とどう変わっているかぜひちょっと確かめてみましょう。動きにね変化があるかどうかちょっとねさっきと同じことをやってみましょう。じゃあそこ立っていただいて、はい、じゃあまずはね、初めと同じ、ま、前にゆっくりと倒れてください。これはねよく曲がってましたが次の後ろですねでゆっくりと、うん、はい、あ、お、お、お、すごい本当によく曲がってますね。すごいあ、そうなんですね、すごい、では今度は手を前にしてまず、はい、じゃあ右ゆっくりと右へ、あ、もうもう全然角度が違いますね、うん、左側行きましょう、うん、あ、いいですね、うん、もっとね、これが改善されてくると思います。もう真横とか通り過ぎるぐらいまで行くと思いますのでね、うん、はい、そういったわけでございまして、本日の、こちら小池先生が行く大丈夫あなたのスタッフ第2回は、紫村からですね、松本さんに、試していただいたわけなんですけれども、小池先生今回の施術総合していかがな感じでしょう。はい、短時間で、このようにね変化が出る施術がね今はありますのでぜひね松本さん以外のねたくさんの方に受けていただきたいなと思います。そういったですね、施術の内容を受けまして、松本さん最後にコメント一言お願いいたします。あ、楽になりましたので通ってみたいと思います。ありがとうございます。一番おいしいコメントいただきました。ありがとうございます。通ってみたい、ぜひ通ってください。はい、そういったわけでございまして、小池先生が行く大丈夫あなたのスタッフ第2回見事大成功でした。いけいけ小池先生、癒しの骨継ぎタイム、骨骨骨継ぎショッピングのお時間でございます。さあ本日の骨継ぎショッピングは一体どういった商品がご用意されているんでしょうか。はい、本日はですね、先ほどのハイボルトとは違うもう一つの、骨継ぎの、得意な電気を紹介したいと思います。え、もう一つの電気、それはどういったやつなんでしょうか小池先生。それはこちらです。なんだってこれはですね、先ほどのハイボルテージのようにほぐしたり痛みを下げる電気ではなく体を鍛える電気なんです。鍛えるということは痛みは例えばもう分かりやすく言うと揉みほぐすと、でも鍛えるということは何か別の違った形がここに、施術で行われるわけですね。はい、そうです。これもね電気の力を使うんですけども、パッドを対象となる場所につけて、強い電気で動かしていきます。なるほど、動かしていくということはもうさぞかしこれはお高いんでしょ。今回はですね、通常1回4000円のラクトレですが、半額の2000円でやります。0989888588555やや5、いけいけ小池先生、癒しの骨継ぎタイム。小池先生の今日の名言、忙しさを理由に、諦めてませんか。痛いと思ったその時がやる時です。忙しさを理由に、諦めてませんか。痛いと思ったその時がやる時です。いけいけ小池先生、癒しの骨継ぎタイム。はい、そういったわけでございまして、本日のいけいけ小池先生癒しの骨継ぎタイム、さあ紫村さんからですね、2回にわたって、お送りしたわけなんですけれども、小池先生紫村さんに限らずですね、こういった接客業を中心にされているところの、まあ従業員さんの痛みのポイントとか何かあったりしますか。あ、そうですね、立ちっぱなしというところが非常にね特徴かと思います。パタパタと歩き回るよりも一箇所に集中して立つ方というのは実際腰そしてまあ首をね痛めやすいという特徴がありますね。さあそういったわけでございまして、また第4回に向けて我々も準備していきますので、小池先生また来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。マッキーも来てね。はい皆さん、また来週。いけいけ小池先生、癒しの骨継ぎタイム。この番組は読谷高校前ハリキュー接骨院骨継ぎの提供でお送りしました。毎週火曜日夕方6時30分にお会いしましょう。また来週。